こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、国会議員会館の方にお電話をしてね、私の住んでる地元の衆議院議員でいらっしゃる小林文明さんね、 IT 副大臣、こちらの方にね、先日の吉川赳その不祥事加えて、税金ちょっと安くしてくださいよと、小林先生の方からなんか動きができないんですかってことをね、ちょっとお伝えしていこうと思います。もちろん直接本人が出ていらっしゃるとは思えないんで、まあ伝言という形になると思いますけども、まあまたお電話させてもらいますね。じゃあ行きます。こんにちは。私、はい、広島県福山市で事業を営んでいる久保というものですけども。はい、お世話になります。あの、地元で出ていらっしゃる小林文明先生のところにおつなぎいただきたいんですが。あ、はい、あの、こちら小林文明事務所と申します。あ、はい、直接つながりましたか。ありがとうございます。はい、よかった。あの、はい、小林先生にこの前ね、福山の事務所の方にも、ちょっと提言をね、させていただいたんですけども、はいはいはい、すいません、ちょっと、あの、なんですかね。支持者の声として小林先生になかなか福山に帰ってらっしゃらないんでお伝えする機会がないんですよ。ちょっとご連絡お願いしたいんですけどもね。はいはい。それがですね、私あの観光事業をやっていて、はい、この3年結構苦しいんですよね。そうですね、はい。それは他の事業者さんも苦しい中やってらっしゃるんで、私の弱音だけを届けるわけにいかないんですが、はい、やっぱり従業員の方も解雇したりとかね、その中には生活保護に陥った方もいて、もう本当になんか街歩くのが恥ずかしいんですよ私。あの会社にいたおかげでクビになったみたいなこと言われてんじゃないかなと思ってね。で、まあ、あの、この前、岸田総理が、あの、はい、なんですか、減税の方はなかなかしてくれないっていうことをね、お話しされたんで、特に消費税なんですけども、はい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 、お伝えしたいのは、小林先生からも、まあ、岸田総理にはなかなかね、伝えにくいことだと思いますけども、市民の声があったよってことだけでも届けていただきたいんで、これからちょっとお話を聞いていただきたいんですよ。そんなに長い時間は取りませんので、はい、5分ほどで終わらせます、はい、まず、あ、いいですかね。はい、どうぞ。岸田総理があの消費税を社会保障の安定財源と言われているのは、はい、もう前々から私もね、はい、存じてます、はい、もちろん社会保障の安定財源必要だと思うんですよ、はい、ただ、はい、支払う方がねもう不安定なんですよ、ここまで行っちゃうと、はい、まあ、同じ立場でね、今お電話してくださる方もやっぱ消費税ないより、あるよりない方がいいかなって感じるところもあるかもしれませんけども、社会保障にするために事業者我々は税金を借金で払ってるんですよ、はい、これ私たちがね今度社会保障される側になっちゃうんですよ、もう本当に今、はい、とりあえず元社員はそうなっちゃってるんで、はい、まあいよいよ尻に火がついたなと。でもこれを言うとね、お前の事業の才覚がないんだって言われて終わりなんで、なかなか言いにくいことですけども、はい、あの例えば今回ね離党されたみたいですけども、吉川赳さんとかは、はいはい、私たちの分取った税金で若い女の子とお酒を共用してね、未成年の女の子にそれでセックスしてるわけでしょ、高級ホテルとか行って。そこら辺の事実関係はちょっと分かりかねてますまあそういうしかないと思いますけども、これはね苦しい中納税して、そりゃ女の子と遊んでる暇がない私たちにしてみたらもう逃げくり返る気持ちですよ、はい、で、あの極端な話言うとね、私たち事業者は社員の方も含めて税金が払えないから借金をしてるわけですよ、はい、これ江戸時代だったら娘を質に入れてお代官様みたいなことじゃないですか、はい、もう一体ねこのね令和の時代にそんな悲劇が起きていいんでしょうかってことですよ、はい、で自分の娘がねお父さんが小遣いくれないから、なんか知んないけどお金くれそうな4万円くれそうな吉川赳さんみたいなところに行ってセックスしてるわけでしょ。いや経営者のお父さんとしてはこれやるせないですよ、これこんなパパ活娘にされて。そうですね、おっしゃることはもう本当にその誤解というか、うん、ちょっと事実はわからないですけど、そういったね本当に不審というか、はい、と、はい、いや重なりますよ、もう私たちもね、私はまあ子供もまだちっちゃいし男の子なんでその心配ないですけども、はい、解雇した従業員さんの中には高校生の女の子がいて、もう大学の進学を希望してんだけどもう学費が払えないからどうしようかって言って、はい、私のね、もう開口元の、はい、私のところに来てね、まさに、お前、ちょっとなんとか首にした責任取れみたいな勢いですよ、もう。まあ、そこまで言いませんけどもね。でも下手したら、進学のために女の子が、40代のね、よくわかんないおじさんと、パパ活しかねないじゃないですか。大体、パパ活っていう言葉がある自体、
もうだ誰の、ね、政権下で起きてるのかってことですよ、これ。福山でもあるわけですよ、小林文明さんの出身地でこれがあるわけですよ、それこそ福山っていうのはね、昔から性的にはちょっと難しいところで、なんかね、中学生や高校生までが売春して家計を助けてるわけですよ、だからそういうね、声はなかなか上流国民の小林先生には届かないかもしれませんけども、そんなことないです、もっと貴重なご意見ありがとうございます。はい、まあ同じ女性としてね、この悔しさ分かっていただけると思うんですよ、はい、お父さんよりも年上の男性に体を許して大学に行くしかないっていう現実ね、でお父さんは税金を払うために借金して娘に小遣いやれないみたいな、何なんですかこれはってことなんですよ、私が言いたいのは。ちょっと半分ね、想像も込みでお話したんですけども、一言で言うと、娘を質に入れてお代官様みたいな世界が来てるんじゃないかなってことなんですよ、まあ面白おかしく言ったらね、ですんでちょっと税金をね、なんかね、もう減税をしないっていう一言でね、絶望的ですよ私たちはもう五行五民ですからね今ね、もう本当にペンペン草も残らない状態で社会保障受ける側になりそうです本当にいやもう、ちょっとまたここでコロナもね2年あって、はい、まあここからまあ今、はい、観光事業をなされてるということでしたけれどもね、その人の動きっていうところもね、海外からも今、はい、まあまあ、どんどん今今度緩和になっていくとは思うんですけれども、はい、まあしかしね、コロナで難しい状況、ありがとうございます、とんでもないです、はい、あの頑張ってまいりますので、あの貴重なご意見ありがとうございました、はい、あのありがとうございます、聞いていただきまして、はい、いえいえ、もうあの頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、こちらこそ、はい、ありがとうございます、はい、どうもどうも、すいません、お忙しいところ、はい、失礼します、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、失礼します、ということでね、窓口の方は本当にね、私のくだらない話を聞いていただきましてありがとうございます。いやでもね、現実ね、現実解雇する方は痛いけどもまだねやっていけてますよ、私たちみたいなね。でも解雇された40代50代のお父様方は転職難しくっていきなりクビになったその家庭ってのはどうなるんでしょうかね。お父さん家帰って、悪い俺クビになっちゃったよ、これから転職活動か家のローンもあるのに、で娘さんにね、ごめんな、大学もしかしたら我慢してもらうかもしんないんだみたいなことをね言わなくちゃいけないんですよ。うざ、お父さん最悪みたいなこと言われてね、もう父親としてはこれですよ、気持ちとしては。それで、いや減税は考えていません、社会保障の安定財源ですとか言って、納税者が安定しないって言うんだよこの野郎でしょ、思うでしょ、思うでしょ。だってね、税金で暮らしてらっしゃる方は取ればいいから楽ですよ、あ、なんか予算足りないな、税金上げようか、これでいいわけですよ。でもね、税金を上げて予算を執行するなんてのはもう最低の考え方ですよ。税金を上げずに国民にいかに負担をさせないようにね、知恵でもって乗り切っていくのかっていうところに国会議員さんの素晴らしい知恵が働くわけでしょ。なんで18歳の女の子を口説いてね、口説けないから4万円払って酒飲まして強引に高級ホテルでセックスするみたいな、高級ホテルでしょ、多分4万円女の子に払うよりも高級ホテルの宿泊代の方が高いんじゃないですか。何を考えてんの、そういう計算ができないからもうね、ビジネスホテルでいいじゃないかってことですよ。ビジネスホテルでね、あれ休憩とかで3900円なわけですから、ああいうところはね、休憩とかね、なんか私は知りませんけどもまあそんなところでね、皆さんも怒りの声はちゃんと届けないとダメですよね。我慢してても黙ってても何も変わりません、言っても変わんないけどね。でも言い続けることで少しずつ変わっていくのかなっていうことと、あと胸がスッとするんでね、それが大事です。はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。